皆さんこんにちは、ミキです。動画がしばらく上げられてなくて本当に申し訳なかったです。すいません。今回の動画は以前お約束した通り、チャンネル登録者数が100名を超えたということで、その記念に質問コーナーのお返事をしたいと思います。で、その質問コーナーをするっていうことと、あとお伝えしたいことがあって、先日上げた動画の中でダブルワークを始めましたっていう話をしたと思うんですよ。で、そのことに関してすごいね、たくさんのコメントをいただきましてありがとうございます。で、その中でこう応援してくださる方もいらっしゃったりとかっていう中で、反対にこう心配のお声をいただいたりとか、こうやめといた方がいいと思うよっていう風に教えてくださったりとかしてくださった方もいらっしゃって、それをこう目にした時、そのコメントとかこうね、ダイレクトメールとかでも、SNS を通してメールで教えてくださったりとかっていう方もいらっしゃいました。なので、その後私がどうしたのかっていうこととか、私の今の気持ちの部分でどう思ってるのかとか、で、そもそもなんでそういう業種のお仕事を選んだのかっていうこともちょっとね、お伝えしたいなって思います。っていうことで、今回は基本編、質問コーナー基本編ということで、今から始めていきますね。はい。で、ちょっと質問の内容を全部メモにまとめたので、ちょっとパソコンを見ながらで申し訳ないんですけど、お答えしていきたいと思います。はい。で、まず基本編はちょっと数ある質問の中で基本編に当たる、相当する質問の内容っていうのがちょっと数が少ないかなって思ったので、ちょっと個人的にもこれ答えた方がいいかなっていう質問の内容をこうミックスしてプラスしてこうお答えしようと思います。なので、質問に募った中でこうそういう質問あったっけっていう質問の内容もあるかと思いますけど、それは私がこう思う中でこれもあった方がいいかなっていうことをプラスしたものになるので、ご了承ください。はい、いきます。では、出身地、基本的なことをいきます。大阪生まれの大阪育ちで、今26歳の女性になります。はい。で、血液型は B 型で、で、星座は水瓶座になります。早生まれなのでね、水瓶座で、で、はなんかダジャレみたいになっちゃいましたね。は犬年になります。はい。身長は154センチで、体重は、50キロ台になります。座右の銘は、努力は天才に勝るですかね。私はそのあまり天才と呼ばれるほどのそういう特別な能力とかこう秀でたものって何もなくて、なのでもうただただ頑張ることでしかみんなに追いつけないみたいな感じに思っているので、この言葉は私はすごい大事にしてます。はい。芸能人で似てると言われる人は、言われたことあるのは、元卓球選手の福原愛さんと、同じく卓球の選手で伊藤美誠選手に似てるって言われたことはあります。はい。で、特技は何ですか？特技
は私ね、特技すいません何もなくて、これといって自慢できるものが何もなくてごめんなさい、これだけはお答えできない何もないです。好きな歌手は誰ですか？好きな歌手は私小さい頃から小袋さんが好きで、すごく人生で初めて手に入れた CD も誕生日プレゼントに家族から買ってもらったんですけど、5296っていう CD を買いました。小袋さんの CD ですごい何度も聴きましたね。でその中でも小袋さんの曲で一番好きなのは君という名の翼とミリオンフィルムズっていう曲が好きです、はい。好きな本は、好きな本は用意したんですけど、今日これなんですけど見えるかな、この重松清さんっていう作家さんが書かれた青い鳥っていう、この本がすごい私大好きで 2,3 回読み返したんですけど、どういう内容かって言ったら詳しくはねお伝えできないですけど、ざっくりと言うと主人公の学校の先生、中学校だったかな、なんか学校の国語の先生、男性なんですけど、先生が主人公でいらっしゃるんですね。でその先生っていうのは吃音って分かりますかね、吃音っていう実際に本当にある疾患の名前なんですけど、こうすごいこうめっちゃはしょって言っちゃうんですけど、なんか一言で言うとこうお話、人とコミュニケーション取るときになかなかこう思うようにこうスムーズに言葉が出てこないっていう疾患になりますで、私は思ってるんですけど、ちょっと詳しい方もしかしたら違うよって言われるかもしれないんですけど、私が知ってるのはそういう感じの疾患だと思ってます。でそういう病気を持った先生が主人公でいらっしゃって、でその先生といろんなこう悩みを抱えた生徒さんたちがその先生と出会うんですね、学校で。で中にはこういじめられて学校に行けなかったりとかっていう悩みを持った生徒さんだったりとか、逆にこういじめに加害者として加わってしまった生徒さん、それで悩んでしまってるっていう生徒さんもいらっしゃったりとかして、でそういう、こうそれぞれ悩みを持った生徒さんがこう先生と会話をする中で、こう先生もそんなねうまいことをスムーズにそのお話はできないですけど、そんな中でもすごい一生懸命になってこう生徒さんたちにこう自分の気持ち、考えとか思いを一生懸命言葉にして伝えるんですね。でその一生懸命伝える本当に大事なことだけを伝えて、でそれをそうすること、そうされることによってこう生徒さんたちもこうその悩み事の解決に至るっていうことでは必ずしもないんですけど、でもなんかこう自然と不思議とこう前を向けるようになるというか、なんかそういうお話になります。こう前を向けるようになるっていうお話になります。でなんでこのお話がすごい私好きかって言ったら、この動画をね見てくださってる方も、中にはこう他の私の動画も見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、その方にはねすごいだんだん分かってきたと思うんですけど私ねすごいおしゃべり苦手なんですこう気持ちを、自分の気持ち、この気持ちを伝えたいとか、こう伝わってほしい、こう分かってほしいっていう気持ちがこう強ければ強いほど、なんていうかこう言
葉を選んでしまったりするし、こういろいろ考えたりとかするんですよ。この言い方はあれかなとか、あの言い方はもうちょっとこの言い方に変えた方がいいかなとか、いろいろ考えながらお話を喋ってしまうので、こう言葉に詰まってしまうというか、そういう風になってしまうんですよね。でそれがすごい私はちょっと悩んでたんですよ。お話おしゃべりうまくないっていうことがなので、そんな中でこの先生と私は出会って、こうちょっとなんていうか共感って言ったらあれですけど、その伝えたいこの気持ち、この子に伝えたいっていう、そのこう熱い気持ちがすごい本から伝わってきた時に、なんかすごいなんか感動したというか、私はすごいなんか心が温まったというか、ほんわかしてすごい癒されましたね。なので私はこの本すごく、青い鳥っていう本はすごい大好きです。で私ね、逆にミステリーとか推理小説は読めないんですよ。ちっちゃい頃は、小学生の頃とかはよく、あのね、江戸川乱歩とかあとなんだろう、江戸川乱歩、コナンドイルとかアガサ・クリスティとかこう読んでたんですけど、なんかね、20代とかになってくるとなんか苦手になってきて、推理小説とかが、なんかすごい、ああいう本って読むのにパワーいりませんか？なんかね、私こう人が死んで事件が起きるじゃないですか。人が殺されて死んで事件起きて、でそのいろんな登場人物出てきて、いろんなこう人間模様が繰り広げられて、でその中でこう推理が繰り広げられて進んでいってみたいな、そのね展開がこう追いつけないというか、私はすごい読むのにねパワーいるんですよ。力がいるのですごい疲れちゃうんですよね。なのであんまり20代になってからは読めなくなっちゃって、苦手になっちゃって、なので私は逆にこう本に求めることっていうのは、こう本を読むことによって癒されたりとか、こうあったかい気持ちになれたりとか、ちょっと前を向けるようになったりとか、明日からまた頑張ろうかなっていう気持ちにさせてくれるような、そういうね、こうわりかしさらっと読めてしまう、そういうライトな本が好きですっていう方には、すごい私にはおすすめな本ですこれはっていう、あの私みたいなそういう考えの人にはすごいおすすめな本です。はい、すごいね、あのこの頃ちょっと疲れてるし、頭の中一回空っぽにしたいなとか思った時にいつも読みます。はい、好きな映画を教えてくださいっていう質問があったんですけど、映画はね、あのそんな頻繁には見ないんですけど、あの好きなのはレ・ミゼラブルが好きです。レ・ミゼラブルはそうですね、なんて言ったらいいんだろう、すごいお話、すごい壮大なお話なので、あのなかなか感想を言うのも迷ってしまうぐらい難しいんですけど、あのミュージカルにもよくなってる映画になるんですけど、リエ・ミゼラブルは、その映画の中で結構ね頻繁に歌が登場するんですけど、いろんな歌が、その中でも私はあのオンマイオーンっていう歌と民衆の歌っていう歌がすごい好きです。なので YouTube でね、たまに時間見つけてその2つの曲はこう検索で入れて調べて、こうヒットしたいろんな歌い手さんが歌ってるやつとかはよく聞きますね。はい、好きな映画です。
家族構成、ペットもいたら教えてくださいっていうことで、家族構成は私は、今一人暮らしなんですけど、実家に帰ったら父と母と妹とあと猫ちゃんが1匹おります。と、動物は好きですかっていうことなんですけど、動物すごい大好きです。もちろん猫ちゃんも好きですし、犬も好きですし、鳥とかも好きですし、わりかしどんな動物さんでも好きですね。ちょっと虫は苦手なんですけど、動物そうですね、ペンギンとかすごい可愛らしい、好きですね。はい。で、まあ特に好きなのはやっぱり猫ちゃんです。はい。で、 YouTube を始めてみようと思ったきっかけは何ですか、なんですけど、そうですね、私も1年ぐらい前まではまさかそんなね、YouTube を私がすることになるだなんて思っても見なかったんですけど、うん、そうですね、YouTube は最初私にはなんかできるわけがないって思ってましたね。見るのはすごい好きでした、昔から。いろんな YouTuber さん見るのすごい大好きで毎日のように見てたんですけど、自分がこうカメラの前でに立つっていうのはもう考えられなかったですね。っていうのは、その自分のこの病気、その症状っていうのを人に見られるっていうことが本当に嫌だったので、まあ今も変わらずそうですけど、その無理だって思ってたんですよ。なんかそんなね、 YouTube もまあテレビとかそういう一種のメディアだと思うんですけど、そういうメディアに私みたいなこういう症状のある人が出られるなんてことはないだろうって思ってて、なのでその出るっていうことに関してはすごい縁のない話だって思ってたんですけど、じゃあなんでその出るように出たいなって思うようになったかって言ったら、その最初ね、一番最初きっかけがあって、そのきっかけっていうのが、その職場の、同僚というか、その同じ仕事仲間、今ちょっとね退職されたんですけど、かつていた仕事仲間で、YouTube にこの頃ちょくちょく動画上げてみてるんだって話をしてはったんですよ、その方が。で、その話を聞いてる中で、なんかみきちゃんもやってみればいいんじゃないみたいな話をしてくださって、で最初はね、まさかそんな私がそんなできるわけないって、まあ病気のことがね一番ネックに引っかかってたので、できるわけないって思ってたんですけど、なんか家に帰ってね、いろいろ自分のこう人生について考えたんですよ、夜な夜な。で考えた時に思ったのは、なんかね、私成人式出席しなかったんですよ。で写真も撮らなかったんですよ。振り袖着なかったんですよ。それがすごい私は心残りだったんですよね。今もすごい後悔していて、出席は別にしないでよかったって今も思ってますけど、そのね、不登校だったりした時期があったので、なんか同級生のことを再会することが私にとってはすごい嫌だったんですよ。あんまり会いたくなくて、なので今でもその出席は無理にしなくていいっていう考えなんですけど、でもね、振り袖着て写真だけは撮っといてもよかったかなって思ってます。すごい私は後悔していて、なんかあんまりそんな機会ってないじゃないですか。なんか振り袖っていうちゃんとね、こうそういう服も着させてもらって、綺麗に髪の毛も整えてもらって、綺麗に写真に収めてもらってっていう経験ってなかなか日常的にないことなので、それは経験しておきたかったかなって今になって思います。
で、あと私短期大学に行ってたんですけど、体調を理由に中途退学してしまうんですね。なので卒業式、大学の卒業式とかって袴着るじゃないですか。で写真撮るじゃないですか。それもチャンスを逃してしまったんですよ。なんか私はすごい夢見てたんですけど、でそれも叶わず、なのでそういうなんていうかな、そういうこうちゃんと綺麗にしてもらって、こう綺麗にこう服を身にまとって写真撮ってもらってっていうのはね、七五三はある経験あるんですけど、記憶にあんまり残ってなくて、なので、あとじゃあこの今後私に残されてるそういうチャンスって言ったら、結婚式ぐらいかなって、ウェディングドレスぐらいかなって思ったんですよ。そんな時に、そう思った時になんかちょっとね悲しくなっちゃってで、もう20代も後半になって、なんかね、いろんなこう焦りというか、なんて言うんでしょうね、なんか、あ、こんなにあっという間に時間、年って過ぎていくんだっていうことがだんだん20代後半になって分かってきて、でそのもう年取っていくのがだんだん惜しくなってきたんですよ。その中でなんかこう、20代の自分っていうのを何かに残せるものを残、こう何かに残しておきたいって思ったんですね。でそう考えた時に YouTube ちょうどいいんじゃないかって思ったんですよ。動画だし、写真とかだとこう静止画じゃないですか。でも動画だとちゃんとね、こうリアルな感じで自分を残せると思ったので、 YouTube もしかしたらいいかもってその時思って、でそれで症状のことも悩んだんですけど、最初はねちょっと症状が出てるところだけカットして編集し直して、こう見られないようにしたら方がいいかなとか考えたんですけど、そんなねあんまりこうできそうにないなって思ったんですよ。私の技術ではもうカットしたところでうまくつなぎ合わされないかもしれないし、話の内容的にね。なのでちょっとそれは難しいなって思って、もうそれだったらいっそのことをもう見せちゃおうかってちょっと吹っ切れたというか、なんかもうそれも私の中の一部なので、症状が出てる時も私は私なので、なんかそれももう見られてもいいかなってちょっと思ったんですよ。っていうこともあって、YouTube やってみようかなっていう気持ちに変わりましたっていう感じのきっかけになります、はい、と趣味は何ですか？趣味は YouTube を見ることと本を読むこと、とあとはそうですね、結構それぐらいかな。インドア派ですね私は。アウトドアはまあね、一人であんまりアウトドアってすることはないかもしれないですけど、なんかアウトドアしに行く相手もいないのでなのでしてみたいですよ。バーベキューとかもしてみたいけど、そういう一緒にしてくれそうな人がいないのでちょっとできずじまい。バーベキューとかね、こうキャンプとか人生で一回もしたことないので、一回はしてみたいなって思うんですけど、今のところまだできてないですね。今後してみたいなって思います。なので基本家の中でできることで楽しんでますね、はい。習い事や部活はしていましたか？習い事は、ピアノと習字と、踊る方のバレエは習ってた時がありました。で、あと剣道と体操クラブ、機械体操とかそういうマット運動とか、その体操クラブにも
その興味を持った時期があったので、お母さんに言って見学しに行ったことはありますけど、ちょっとね通うにはすごい遠かったので、ちょっとこれは無理だなと思って見学だけで終わりましたね、はい。で、部活は、中学校の3年間は吹奏楽部でした。で、パートはクラリネットです。はい、こういうなんか黒色の縦笛なんですけど、それを吹いてましたね。暮らしの中でこだわっているもの、ことはありますか？そうですね、私は一人暮らし歴はもうかれこれ18歳の時からなんで8年になるんですよ。短大に入学したと同時に一人暮らしを始めたので、でね、その始めた一人暮らし始めた当初っていうのは結構ね体調もそんなに良くなくて、症状も結構激しく出てた時期なので、こだわりとか生活の中でこだわりとかを持てる余裕はなかったんですよ。すごいね、部屋もすっごい汚くて、家事も大してできなくて、毎日でサボりにサボってたし、家のことで自炊もあんまりしてなくて、食べて買って食べてばっかりで、でゴミも増えていく一方で、本当に汚い部屋に住んでました。でもう本当にこうここ数年になってやっとこう体調もちょっとは安定してきたんですね。でそうなってくると、こうちょくちょくこう生活の一人暮らしの生活の中でこだわりをこう持ちたいっていう部分が出てきたりとかして、欲がね出てきたりとかして、で今私がすごいこだわってることっていうのは、もう本当に一番は掃除のしやすさです。もう本当にすっきりした部屋に保ちたいっていう気持ちがすごいあって、っていうのはその過去の汚い部屋にもう何としても戻りたくないっていう気持ちが強くあるので、私はもう掃除がしやすいこと、もう清潔が保てることが第一の条件ですね。物はあんまりこうむやみやたらとこう収集したりとか、こまごましたものを収集したりとかもしませんし、こうむやみやたらと買い物で物を買い漁ったりとかもしませんし、必要なものはねもちろん買うんですけど、こうね、こう衝動的に買うってことはあんまりないかもしれないですね。考えてから買いますね。で長く使いたいので、で、その例えば物を買うにしても、一つのものでいろんな使い方ができることを、こういろんな使い方ができるっていうことがこう叶うかどうかも物を買うときにすごい気をつけていて、例えばこう電気ケトルってあるじゃないですか。あれすごい便利だなって思うんですけど、私は電気ポットは買わないですね。で、じゃあお湯沸かすときはって言ったら、そのお鍋があるので、料理に使うお鍋があるので、私はもうそれでこと足りてるんですよ。お鍋はだから料理に使うじゃないですか。でも料理だけじゃなくて、ただお湯を沸かすっていうことに関しても、その別の使い方ができるじゃないですか。なので
でそういう使い方もできるから、わざわざ電気ケトルを買わなくても、まあ、済む話なんですよね。なので一つ買い物を減らせるじゃないですか。そういう考え方なので、私は一つのものを買うときにその用途と別に他の使い方もできるかどうかっていうことも考えながら買いますぐらいかなです。で、家具とかはできるだけシンプルなものを買いますね。こう無地で柄があんまり入ってなくて、で、お部屋のイメージとしてはこうシンプルにモノトーンに近づけたいっていうのがね、あるので、使ってる色は白、黒、茶色ぐらいかな、その3色ぐらいにまとめてあります。で、お皿もね、一応真っ白のお皿しかないです。無印で買ってるんですけど、そういう白いお皿だけでこう料理盛り付けてますね。結構ね、私無印大好きなんで、よくお店に寄ったりとかします、はい、で、私がどんな部屋にこう近づけたいかっていうそのイメージを言うと、あの YouTuber さんで、あのワイライフスタイルっていう名前のチャンネルがあるんですよ。で、そのチャンネルはその一般の主婦の方がされてるチャンネルなんですけど、そのね、その主婦の方の住んではるお家がすごい私好みで、ああいうね、あの白と黒、グレーとかそういうモノトーンにまとめられてる、すごい清潔感のあるそういうシンプルなお家がすごい私は好みですね、はい、そこにこう近づけられるようにこういろんなこと考えながら買い物とかしてます。あとは、私はあんまり友達がいません。仲のいい人はどんな人ですか？かっこ職場の人とか学生時代の人とか。あのね、私もあんまり友達いなくて友達、仲いい人って言ったらね、あの高校の時にすごい仲良くしてくれた子たち何人かと、あと職場の方になりますね。職場の方とはこう年に何回か、数回、1、2回だけですけど、まあ、食事に行ったりとか、まあ、主に職場内で仕事をしてる中でいろんなお話したりとかおしゃべりしたりとかっていう中の方はいらっしゃいます。で、なんか学生の時は私もね、友達がいないっていうことがすごい気にしてたんですけど、なんかだんだんと社会人になったら気にならなくなりましたね。なんでだろう、なんか世界が広がったのかななんか学生の時っていうのは、私は結構もう自分の周りを取り巻く環境、世界っていうのはもう学校ぐらいしかなかったんですよ。他の世界を見たことがなかったというか。でも仕事しだしていろんな方たちと一緒に仕事するじゃないですか。なんかちょっと変わったかな。あんまりそんな友達無理して作らなくても別にええやんみたいなって思いましたね。友達できる時はできるし、できない時はそんな無理してもねできないですし、無理して友達作ったところで心許せる人じゃないと私は嫌なので、なんか気にならなくなりましたはい。教師を志したきっかけは何ですか？これはあの、この教師を志したきっかけなんですかってコメントを残してくださった方と、あのコメントのやり取りでね、過去にあの私はその実はあの教師になったこと、実現したことないけど夢、あのかつて教師を目指してて、短大で教職課程取ってましたよって話をコメント上でさせていただいたんですね。で、その話をしたことがあったので、そのじゃあ教師を志したきっかけって何ですかっていうことを、
聞いてくださってます。で、きっかけは私ね、不登校だったんですよ。よくなんか不登校だった時期が小中高とそれぞれあって、で、なんかね、同級生ともあんまり馴染めなくて話も合わなかったし、うまいこと人間関係できてなくて、で、学校行きたくなくても学校っていう場所が私はね、すごい嫌な場所だったんですよ。で、だからこそこう大人になったら、そういう私と同じように思ってる生徒さんってきっといると思うから、これからもそういう子たちに対してこう何かこう届けられるものがあったらいいなと思って、なんかそういうことができる職業って職業に就きたいなってすごい漠然と思ってたんですよ。で、気がついたら教師になりたいって思ってましたね。そういうきっかけがあって、で、それとあと、まあ、不登校だった時とか学校の人間関係で悩んでた時っていうのは、もちろん両親も家族もそばにいてくれてましたけど、家族の他にも担任の先生とか学校の先生がすごいね、味方になってくれたっていうか、すごいね、寄り添ってくれたっていう記憶が今でも残ってて、学校に行けなくて家ですごい悩んでた時とかも、すごいこまめに、一時期はすごい毎日のように家まで通ってきてくれて、すごいね、お話ししてくれたりとか励ましてくれたり、たわいもない話をしたりとかっていう風な時間があって、その時間が私にとってはね、すごい癒される時間でしたね、唯一。なので私はすごいね、学校の先生には憧れを持ってましたね、もともと。そういうこともあって、すごい学校の先生に将来なれたらいいなって、こういう素敵な先生たちと一緒に仕事ができたらいいなって思ってました。っていうこともあって教師を目指すようになりました。で、トゥレット症候群の症状が出ている時は自分で自分を止めることができないと、以前知り合った症候群の方、トゥレット症候群の方に聞きました。症状が出ている時は意図反して体が動いたり言葉が出たりすると思うのですが、その際のお気持ちはどのような感じですか？呼吸の乱れなどの苦しみもあるのでしょうか？寝ている時のは症状は出ますか？っていうことなんですけど、まずね、寝てる時は症状全く出てないらしいです。家族の話曰く、自分では分かんないんですけど、家族に聞いたところ全く症状は出てないらしいので、寝てる時はないです。で、呼吸の乱れも、私ね、主な大きな症状として、こう頭を激しく振るんですけど、その時は呼吸乱れますね。っていうのは、その皆さんも真似はしてほしくないんですけど、例えば、仮にね、頭私みたいにこう激しく振ったとしたら、多少ねってこう呼吸乱れるかなって思うんですけど、普通はなんかその程度です。その同じ、皆さんと同じぐらいの呼吸の乱れです。なので特別そのめちゃくちゃ苦しいですってわけではないです。症状が出ている時はどんな気持ちなんですか？その時の気持ちはですね、なんて言ったらいいのかな、難しい。なんか助けてとか思ってるわけでもないんですよ。もうどうにかして誰かみたいな、そういう気持ちで症状が出てるわけでもなくて、なんて言ったらいいかな、症状出てるぐらい思うとしたら、それぐらいかな。その瞬間っていうのは、症状が出てる瞬間っていうのは、出ちゃったとか、見られてるかも、
恥ずかしいとかそれぐらい、あんまり複雑なことは考えないですね。で考える余裕もまあない時も多いので、まあ、考えるとしたらその症状出てる瞬間はそれぐらいですね、考えることは。はい、で出た後にあもう嫌だなこんな自分とか、もう、もういなくなりたいとか思うこともその直後とか後にはありますけど、その出てる瞬間っていうのはそんな複雑なことはね考えられる状態ではないので、そうですね、例えばあのくしゃみ出てる瞬間、あのヘクションってそのくしゃみ出てるその瞬間っていうのはなんかじゃあ複雑なこと考えてますかって言ったら多分考えないじゃないですか、一瞬のことだし。なんかその感覚に似てるかもしれないですね。でも出た後は あ気持ちいいとか、あくしゃみ出ちゃったとかいろいろ考え始めると思うんですけど、終わった後はあの瞬間っていうのはあんまりこうあんまり考えてることは気持ち的なことはないかもしれないですね。はい、ミキさんの症状と和らぎ方について教えてください。私の症状はですね、主にいつもわりかし頻繁にあるのはこう激しく首を振ったりとか、口の中をこう噛んだりとか、あと声が出ちゃうっていう、この前の動画にした中である症状は主に頻繁にありますね。あの程度の差はすごいありますけど、その3つは結構頻繁にあります。で他に細々したちっちゃな他にも症状があるんですけど、あとはあるのは歯ぎしりしたりとか、歯ぎしりとあと口をあーって大きくこう開けてしまうっていうこととか、あと鼻をねこうってこうスンスンしちゃうんですよ。それはこうありますね、症状として。で和らぎ方、症状の和らぎ方っていうのはこうね、覚醒してる時は主に和らぐっていう瞬間はあんまないかもしれないですね。で寝てる時はまあ症状ないんですけど、その起きてまなしのこううとうとしてる時間とか、逆に寝る前のうとうとしてる時間っていうのは多少和らいではいると思います、実感的に。それ以外は覚醒してたら症状は出てますね、和らいでるっていう感じたことはないです、はい、っていう感じです。仕事の後どんな風にリフレッシュくつろいでますか？私は映画見たりとか YouTube 見たりとか本読んだりとか、あとね私家にお仏壇があるんですよ。すごい急にカミングアウトしますけど私ルームツアー今後撮る予定にしてるんですけど、その時にもね一応ちらっとお仏壇も映ると思いますし、お話に上がると思うんですけど、言いにくいあまり人に言わないようなお話なんですけど、親の代からねその宗派とかは詳しいことはごめんなさい言えないんですけど、信仰仏教徒でして、まあ一言で言うと仏教徒なんです、はい、仏教徒でして、お家にねお仏壇があります。でなので朝晩とお経を唱えるんですね。まあ言ったらお勤め的な感じでお経を唱えてるんですけど、その時間がね結構私はこう生活の中のこう基盤となってるというか、私はその唱えてる時間っていうのはすごいリラックスしますね、ちょっとねこの話はあんまりコメントとかで質問いただいてもなかなかねちょっと私の気持ち的なところで詳しくお伝えっていうのがちょっと勇気が
ないのであまりお伝えができないことだと思うんですけど、一応ねそういう感じなので、そうですね、はい、その YouTube 見たりとかお経を唱えたりとか、そのそういう時間が私にとってはすごい大事な時間になります。はい、であと症状が軽減していく方法はありますか、ストレスをためないことですかっていうお話なんですけど、症状が軽減していく方法は自分の中ではね試行錯誤する中で何個か見つけてるんですよ、その軽減できる方法。例えば私口の中を噛むんですけど、噛むとね痛いんですやっぱりなので、私は毎晩寝る前にビタミン剤を飲みます、市販ので。ビタミン剤を飲むと次の日とか、まあ、皮膚がね口のほっぺたの内側も当然皮膚なので、ちょっとね皮膚がこうふかふかするというか、ちょっとあまり噛んでも普通だったら痛いんですけど、まあ痛いんですけどちょっと痛みが和らぐんですよ。これはちょっと経験してみないと分かんないかもしれないんですけど、ちょっと皮膚が強くなるのかもちょっと分かんないんですけど、皮膚がちょっとふかふかして噛んでも備えにこう痛みがマシになるというか、で痛みがね強いと余計にその痛みが気になってそこに意識が集中しちゃって余計に噛んじゃう傾向に私はあるんですね。でそれをなんとか、痛みもねすごい精神的に来るのでそれをどうにか改善したいので私はビタミン剤を飲みますっていう対処法はとってます。そうするとちょっとマシですね。あと同じく口を噛むことなんですけど、とりあえず痛みを和らげたいって思った時にいろいろ試したんですけど、そのビタミン剤ともう一つ良かったのが油を飲むっていうことなんですよ。そのサラダ油とかはダメですよ絶対、その体にあまり良くないのでそれは飲まないんですけど、体に積極的に摂っていい油、健康にいい油っていうのがありまして、オリーブオイルとかアマニ油とかあるんですけど、それをね私は毎晩トマトジュースに混ぜて一気飲みするんですけど、そうするとねそのオイルもビタミン剤と同じような感じで、ここ皮膚なのでほっぺたもそのちょっとね噛んでも痛みがマシなんですよね、不思議と。皮膚が強くなるのか保湿されるからなのか分かんないんですけど、ちょっとそれが実感としてすごいあるので、それもできるだけ欠かさないようにはしてます。めんどくさくてね飲まずに寝る時もあるんですけど、しばらくねその飲まない時期が続いちゃうと前上げた動画の時みたいな感じで症状がすっごいひどくなったりするので、私はなるべく生活が不規則になってちょっともう早く寝たいとかいう時もあるんですけど、なるべく寝る前にはその飲むようにしてますね。はい、でもちろんねストレスためないことっていうのもすごい大事だと思ってるので、私もストレスによって すごいこうストレスが強く溜まってる時期とかになると私も実際症状が激しくなったりっていう経験もすごいしてるので、ストレスも関係はしてると思います。なのでそこも、まあ、ぼちぼち気をつけてはいます。身近にトゥレットやチックを持つ人がいた場合どう接したらいいですか、気をつける点、過去事故や怪我、助けてほしいことなどがあれば教えてほしいです。街や電車の中で助けてほしいことってありますかっていうことなんですけど、私はねもうただただ普通にしててくれたらいいです。そんなめちゃくちゃ気使わなくても、なんか気使うことによってこうその方が気使ってくださる方が
なんか後々疲れちゃうようなことは私はね、申し訳ないなって思うので、あんまりね過剰に反応しないで普通にしててもらえれば、私はそれでこうそれだけでもねすごい心がリラックスできるので、こう普通にしててください、はい、それで私はいいと思います。で、症状は職場でも出ますか？出ますね。普通に出てますね。で、まあ出てるんですけど、なんか職場の方は不思議と指摘しないでいてくれてますね。多分私がこう詳しく私はトゥレットだっていう風に認識してない社員さんも数多くいるはずなんですけど、そんな公言はしてないですし、上司も私の病気のこと知ってくれてるけど、みんなにこうアナウンスしたりとかっていうのは一切してないので、多分ね詳しく私が病気を持ってて、っていう持病があってっていうことは知らない人もいるはずなんですけど、不思議とね症状が出てても何も言われないですね優しさですよね、きっとだと思うので、それもすごい私はありがたいなって思います。普通にしててくれるので、はい、いつもありがとうございます。という感じで今日のこの動画は以上になります。最後にまたね今度2つ目3つ目の動画も頑張って撮ろうと思うので、この後の動画もよろしくお願いします。今日はご覧いただいてありがとうございました。